話を見られたくない。こんにちは、寺東海です。9月は防災月間で、この時期非常食を見直す方多いんじゃないでしょうか。今日は我が家で非常食にしていた食品を使って料理をしていきたいと思います。備蓄で料理、備蓄で具、備蓄器具。用意するのはアルファ化米、サバ缶、コーンの缶詰と、こちらの野菜です。私料理得意に見えますか？その通りです。料理は苦手ですが、頑張って、美味しいものを作りたいと思います。それでは、備蓄器具。最初に、アルファ化米に熱湯を 160cc 注ぎます。あ、ちょっとよくかき混ぜて、はい、はい、チャックをして15分待ちます。サバ水煮缶は身と汁を分けておきます。で、玉ねぎはみじん切り、人参が輪切りです。キャベツは熱湯でさっと茹でて、この感じ。ボウルにアルファ化米ですね、先ほどのアルファ化米を入れます。アルファ化米を入れます。アルファ化米を、ひとつできてますよ。アルファ化米を入れます。アルファ化米と、アルファ化米とサバ缶の実を入れます。みじん切りの玉ねぎ、これ全部、全部ですね。全部か、どうか、全部入れます。コーンも入れます。生姜、胡椒はだいたいざっとですね、生姜も 6g、 小さじ1杯分ぐらい混ぜ合わせます。6等分にしておきます。これで、あとキャベツに小麦粉を振りかけます。その上にこの6等分の具を乗せて包みます。はい、こんな感じですね。こんな感じで振りかけておいて、ちょっとこれ上手に巻いてください。6個目をにいきました。鍋に水を入れて、たまり水煮缶の汁も一緒に入れます。ロールキャベツを並べて入れます。輪切りの人参も入れて約10分煮ます。ここで防災ワンポイント。牛乳パックを2つ、切ったものを養生テープ等で、留めたものが、先ほど使ったまな板のようになります。試してください。10分経ちましたので、カレールーを入れます。ケチャップは小さじ2杯分ぐらい。あれ、入れさせてもらいます。ソースも小さじ2杯分ぐらい、10分ぐらい、煮込みます。完成です。サバのロールキャベツ煮です。今日のレシピは災害用備蓄食品活用レシピパート2に、載ってます。美味しいです。いいですか？暑かった。備蓄の見直しの際にはぜひ試してみてください。東海農政局消費者の部屋では、9月16日まで防災をテーマに特別展示を行っています。ではちょっと覗いてみましょう。あ、これはローリング法の備蓄をやっていますね。あ、備蓄がなぜ必要なのか、はい、あ、こちらは備蓄の商品がいっぱい置いてあります。あ、うちでも使っているような商品がたくさん置いてあります。皆さんもぜひお越しください。